この日韓合意は国と国との約束であり、たとえ政権が変わったからといっても、責任を持って実施をされなければならない、韓国側が日本側に対してさらなる措置を求めるというようなことは、我が国として全く受け入れることはできません。河野大臣はこのように述べて、韓国側に直ちに抗議する考えを示しました。 また日本が韓国の慰安婦支援財団に拠出した10億円を韓国政府が全額立て替えると発表したことに対し意味をまずしっかりと理解したいと述べましたなるべく早い時期に韓国側の意図を確認する方針です